りこの椅子はいつ座っても座り心地がいいです。今はボスのものですけど、いつか必ず奪ってみせるですよ。それにしても相変わらずボスはへんてこなものばっかり机に置いて、また壊しちゃいそうで落ち着いて座ってられないじゃないですか。少しは気を使ってほしいもんです。まさかボス、しまった、隠れなきゃ。で、またツボが。やっちまったですよ。お兄さん、やっちゃったね。じゃないですよ。急に現れるから驚いてやっちゃったじゃないですか。どうするです。絶対バレるし怒られるですよ。ひとまず誰かが破片を踏んで怪我しないように片付けて、それから素直に謝るしか。今度こそボスって、歩みじゃないですか。一体どこから出てきたです。ここまで。すみません、存在感が薄くて。相変わらずですね、歩みは。って、そんなこと言ってる場合じゃなかったです。ボスに気づかれる前に片付けないと。君の言う通りだな。祈りはいつもそうやって失敗するんだから、今回は素直に謝っちまえばいいんじゃないか。今度はカヤピーですか。まったく、みんなビビりで困るですよ。バレなきゃいいわけですから、さっさと片付けて知らんぷりすれば。だそうだけど、どうする、ボス。そうだね、多少なりとも誠意を見せてくれたなら情状酌量の余地はあったんだけどな。祈りちゃん、ちょっと奥の部屋行こっか。お兄さん、助けるですよ。お兄さんが急に現れなければこうはならなかったんですから。それは違うと思うな。そもそも祈りちゃんが勝手に私の部屋に入らなければ何も起こらなかったわけだからね。しんどいのは嫌ですからね。お手柔らかにするですよ。あ、そうだ、はい、これギルド管理協会から依頼があった活動記録だよ。それじゃあまたね。相変わらずだな、祈りは。ビッグボスになる未来なんて本当に来るのかね。